皆さんこんにちは、東新規です。僕たちのウェブでの未公開動画をご覧ください。どうぞ。最近僕思ってるんですけど、UFO は昔よりより体的な変化なんですけど、外面的なシュッとしてきました。もっとさらにで、すごくシャープでかっこよくなったっていうか、はい、なんかありがとうございます。チャンミはですね、前よりもっと大人になっている気がするんだけど、もちろん一緒に暮らしてるんだけど、前はあんまりお互い連絡とかしたことがちょっと少なかったんで、でもまめに取れるようになって、もう逆にチャンミから今何してんのとか、もっと僕のことをちょっとなんか気になっているか分かんないんだけど、いろいろやりたかったんですけど、来日してここに来て、日本に来て一番最初にやったのは家に帰ってちょっと休んだぐらいで、すごく大したことはなかったんですね。だけど日本がこの前までダイエットしてて、ラーメンとかちょっと食べられなかったんです。やっとこの前ダイエットが終わってラーメン屋に行きましたよね。そうですね、2人でやっぱりこれが日本のラーメンの味だったっていう、すっごく嬉しそうで、最高だなみたいな幸せな友情で十分満喫しました。懐かしい味ですね。そうです、はい、今回リブトという曲で、久しぶりに挨拶することができて嬉しいんですけど、タイトルの通り再起動という意味で、皆さんがリブトのなんかかっこいいパフォーマンス、そして躍動感を感じられる曲だと思っているから、皆さんぜひたくさん聴いてください。年が変わったんで、カラオケに来てくださってるお客さんにもリブートっていう言葉がかなりふさわしい、そういう時期だと思うんで、リブートしてはよガンガン楽しく歌いつつ、素敵な思い出を作って帰ってください。いや決めるね、決めたよ。はい、皆さんいかがでしたか。カラオケいっぱい歌ってくださいね。それでは東新でした。ダムチャンネル。